少子化対対策で消費税率引き上げも検討対象自民、あまり氏、自民党の税制調査会で幹部を務めるあまり前幹事長は5日に出演した BS 番組で、今後の少子化対策を進めるための財源の一つとして、将来的には消費税率の引き上げも検討の対象になるという考えを示した。少子化対策をめぐっては 岸田首相が4日の記者会見で、異次元の少子化対策に挑戦すると述べた上で、児童手当を中心とした経済的支援の強化や子育て世帯を対象としたサービスの拡充を進める考えを示している。これに関連して、自民党の甘利前幹事長は、5日の夜に出演した BS 番組で、岸田首相が少子化対策で異次元の対応をすると言っているので。 例えば児童手当ならば、しっかり議論して財源論にまでつなげていかなければならないと指摘した。その上で、子育ては全国民に関わることなので、幅広く支えていく体制を整えていかなければならない。将来の消費税も含めて、少し地に足をつけた議論をしなければならないと述べ。 児童手当の拡充など少子化対策を進めるための財源の一つとして、将来的には消費税率の引き上げも検討の対象になるという考えを示した。また甘利氏は、税の骨格を作るということは、もっと長い時間をかけて議論して良い話だとも語り、通年で税の議論を行う必要性を強調した。少子化対策をめぐっては、 松野官房長官が5日の会見で児童手当の拡充について、全世代型社会保障構築会議の報告書において、恒久的な財源と合わせて検討とされていて、政府としては報告書も踏まえ検討していくと述べている。日本で海み控えが生じているのは、コロナ禍や物価高で先行き不透明感が強まる中。 向上所得継続的にに入入っっててくくるるる収入に対する不安が大きくなっていることが最大の要因だもし少子化対策の財源確保のために消費税の増税を実施すれば、家計にとっては実質的な収入源となるため、工場所得に対する不安が強まり、かえって少子化が加速してしまい、本末転倒の結果を招く可能性が高い。 増税の前に、景気・経済対策ではないだろうか。防衛増税のみならず、異次元の少子化対策についても増税は議論されることとなる。増税する前に、まずは景気を上げるなどの経済対策を行うことが必要なのではないだろうか。 成長と分配の好循環が実現されてこそ増税の議論もできるであろうし少子化対策についても抜本的な対策を打つことができる増税議論が先行して家計の可処分所得を圧迫することとなれば生活苦から子どもを持つどころの騒ぎではないことは明らかだまずは賃上げなど国民が豊かになることが必要だ 再び言う、増税の前に、景気、経済対策ではないだろうか。